おはようございます。大会の2週間前です。今日からまた減量生活のルーティン動画を作っていこうと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、久々のお散歩おじさんです。来ました、この時が。これから少しね歩いていこうと思います。行ってきます。このぐらいの季節はね、まだ夜風が気持ちいいぐらいで助かりますね。非常にね、お散歩おじさんもね結構リラックスできるっていうか、やっててね楽しいです。頑張っていきましょう。おやつタイムです。おやつはこちらね、プログラノーラのこのエスプレッソクラスターに、こちらゴールドスタンダードのコーヒー味のプロテインですね。割ってるのはこちらはアーモンドミルクになります。これをかけて食べようと思います。この組み合わせずっとやりたかったやつです。楽しみ。これをかけて、おお、じゃあちょっと食べてみますね。うん、いい感じ。コーヒーのプロテイン、グラノーラにコーヒーのプロテイン。うん、美味しい。でもね、結構甘い。うん、プロテインかけるならチョコプロテインの方が美味しい気がする。ちょっとゴールドスタンダードのコーヒー味のプロテイン、結構甘めでしたね。こうやって食べると、でもまあ美味しいです。うん。
栄養補給。あなたの大切なものと、まあ、うまい。からのバナナいただきます。うん、うまい。はい、ということでですね、本日はこれから大会前のね、レッスンを受けてこようと思っております。いわゆるね、パーソナルレッスンですね。いろいろ大会前にしっかりと教えてもらおうと思っております。それじゃあ行ってきます。はい、無事に、今レッスン終わりました。非常にね、勉強になることがたくさんあって、出てよかったレッスンかなと思っております。残りね10日間やることがだいぶ明確になってきた気がします。ちょっと疲れましたけど、それではねお家に帰りたいと思います。研究員の皆さんへのご報告の動画を、日本大会に出るよという報告の動画を撮っていこうと思ってます。皆さんどういう反応をしてくれるか楽しみです。応援してくれると嬉しいかなと思います。今回は研究員の皆様へのご報告の動画となってます。モデルジャパンの日本大会に出場します。はい、今ね撮影終わりました。これから編集しますかね。それか、どうしようかな。運動もしたいんですよね、まだね。ちょっと腹筋なんかもやっていこうかと思ってますし、お散歩時さんもしたいなと思ってます。やることいっぱい頑張りましょう。はい、お散歩時さんです。だいぶね、散歩する時間が暗くなっちゃって、ちょっと動画的には見にくいかもしれませんが、今日も頑張ってお散歩しに行こうと思います。はい、という感じでですね、1本目の減量ルーティン動画が終わろうとしています。大会まで残りちょうど10日です。楽しみなような不安なような楽しみなようなどういうことだろう。そんな感じとなっております。負けるな中年、この気持ちでね今回も乗り切っていければいいかなと思ってます。今回はおそらくですけど、僕にとって、人生過去最大の減量生活になるんじゃないかなと。まあ、最大というのは一番きついという意味ですね。今からちょっとね不安なぐらいちょっときついことを、頑張っていかなきゃいけないなと思っております。まあその先にね、きっと、得るものがあるんじゃないかなと、そんな風に思ってます。じゃあ今日もプロテイン飲んで寝ます。ちなみに今ほとんどこのゴールドスタンダードのプロテインばっか飲んでます。いただきます。うまい。おやすみなさい。また次回の動画でお会いしましょう。